皇帝、あなたがここに来た理由は分かっています。橋を壊してしまってごめんなさい。あの時は娘をスービエから守るためにとても急いでいて、つい七英雄の一人スービエは私たちと同化して力を得ようとしているの。私はスービエと戦い抗うこともできる。でも娘はまだまだ。そう呼ばれることもあるわ。娘のこともよろしくね。あの子はまだ幼くて力も弱いの。皇帝陛下、レオンブリッジが破壊された原因は分かりましたか？はっはー、そんなことがあったのですな。何はともあれ、これで安心して橋の修復を進められるというものです。はっはっは、この天才ヒラガならば一晩で直してみせますぞ。今回の事件を踏まえ、橋の耐久度を極限まで引き上げました。これで二度と壊れることはないでしょう。これも陛下が原因究明にご尽力くださったおかげです。本当にありがとうございます。
よろしいかしら。派手に行くわよ。はっ、そうだ。どうしてやろうかしら。いただき。うむ。帝国に栄光あれ。皇帝陛下、レオンブリッジが破壊された原因は分かりましたか？はっはー、そんなことがあったのですな。何はともあれ、これで安心して橋の修復を進められるというものです。はっはっは、この天才ヒラガならば一晩で直してみせますぞ。今回の事件を踏まえ、橋の耐久度を極限まで引き上げました。これで二度と壊れることはないでしょう。これも陛下が原因究明にご尽力くださったおかげです。本当にありがとうございます。